はい、お疲れ。ダークネストローズです。はい、今日もいつものラジオ配信、ラジオ配信じゃない、ラジオ動画始めます。えーっとね、さっきね、ちょっと出かけてきてね、あの、てかね、今日変な時間にまたいつもよく、よく、最近よくあるパターンやけど、変な時間に寝てもって寝られへんのよ、今日。ん、ね、で、まあちょっと出かけて風に当たってきて、 でまあ、さっき帰ってきて、配信あって、で、今に至るんやけど、まあ、そんなことどうでもいいか。<laughs> 俺のことはどうでもいいよね。えっ、ー、とね、テロップにある通りあり、お悩み相談についてって書いてるんだけど、俺がお悩み相談を受けるわけじゃないんよ。っていうのは、その俺が受けてもいいんやけど、全然相談してくれていいねんで、その、LINE 知ってる人とか、あと、なんや、その、インスタでつながってる人とか、DM 送ってもらっても全然構わないし、ゆきかちゃんじゃないけどね。 全然その相談してもらってその表で言われへんこと相談してもらってもいいし全然何でもええねんけどただねその俺は基本的にそのツイッターが今死んでるからそのツイッターで受けられへんからでやっぱりみんなその活動の一番強いのってやっぱツイッターやんかインスタなんかやってへん人もおるしなしずきとかやってへんのんちゃうかなやからそういう関係もあって その俺に連絡直で取るのって、まあ、LINE 知ってる人はねあと俺の LINEQR 貼ってるから、まあ、そっから送ってもらっても全然構わないけどあれ LINE アットとかじゃないから俺に直接つながっちゃうからそれが嫌だって人もいるやろうからちょ,ちょっと難しい部分もあったりするかなっていう話あるからで俺が受けるってちょっと難しいから。でその、まあ、今、あのー、知ってる人は知ってる通おり「フィフスティアクトっていう。 グループをね今作って俺とゆきかちゃんとしずきの3人で今活動を開始したところなんやけど主にねその配信でもちらっと言ったんやけどあのしずきが昔ねお悩み相談枠をよくやっててまああと DM で受け付けたりとかもいろいろやってたりしてでもねあいつがね1人で受けるにはやっぱ体力的にもしんどいし精神的にも来るもんがあるしやっぱりそういう重い相談を受け続けると人間 その闇に引っ張られてまうからいくらあいつがねそのああいうキャラクターでしっかりした人間だとは言ってもやっぱしんどいしまあ言うてまだがガキやしなあいつもなでもやっぱしんどいやんかでガキじゃなくてもしんどい大人でもしんどいと思うしぶっちゃけそのそういうプロの人カウンセリングとかやってる人とかそういう人はまあそういうことをちゃんと勉強してそういう受け流すっていうか そういう術を知った上でその知識がある上でやってるけど知識がない状態でそれやったらどうしても引っ張られてまうし人の悪い話ばっか聞いてたらねやっぱりその負のオーラにやられてまうからやっぱあいつもしんどかったみたいないよでしんどくてやめたんよ <laughs> 昔はよくやってたやつお悩み相談枠よくやってそれで人を集めたりとかしてたんやけど結構あれ大変みたいでんで でそういうあいつもそれはそれであって、まあ、最近はやってないけど。んで、ゆきかちゃんの方も、あの子もあの子でねあの、悩み相談枠はやってないけど、結構その、誰かが相談あるって言ったら、枠で聞いたりとか、枠の中でね、真面目な話したりとか、あと、その DM の方で、そのここで言えなかったら、DM の方で言ってね、みたいなことを、あの子も言ったりしてるんよ、よく。あの枠に行った人ねあの、これからゆきかちゃんの枠に行く人もあの、気軽にね、相談してもらったらいいと思うんやけど、DM 送ったりとか、その 枠で言われへんかったら DM 送ったりとか Twitter もねあるからあの子であのインスタもあるし、まあ、インスタはちょっとどうなんかなと思うけど Twitter はつながりやすいと思うからああの、うん、そこで相談してもらってもいいしねうんなんやけど、まあ、そんな風にやってて結構ねその面倒見がいいというか二人ともね俺はそうでもないけど正直俺はそんな面倒見がいいタイプではないんかなと思ってあの聞き上手とか言われるけど聞いてるだけやから その聞いてなんか解決策を出すわけじゃないから聞くだけならな何もできるけどやからなんかうんあれなんやけど2人はなんか結構その俺のイメ勝手なイメージやけどね2人ともなんか面倒見がいい感じがするから。 でも一人で受けるのってしんどいと思うよ。で今後ね、そのしずきじゃないけど、ゆきかちゃんもそういうふうな重い相談とかが来て、しんどくなっても、あの子もね、結構その精神の揺れが結構激しかったりとか、あぐーんと沈んだりしがちなんよ、引っ張られたりとかして、悪い話に。でまあ、あの子の枠にいる子とかも、そういうちょっと、もろい部分があったりするから、まあ、俺もそうなんやけど、それ引っ張られがちやから、よくないやんか。 だから1人でそういうの受けるのってしんどいと思うね。やけど、まあ、3人で受ける分には結構できたりするかもしれないからうんなんかそういう企画もやれたらええかなってちょっと思ったりするね。お悩み相談とかを3人で受けるっていう。<laughs> まあただこれをやるには3人がコラボ配信するとかそういう手段を取る必要があるから3人が時間合わせる必要があったりとか。 で今のところその俺とゆきかちゃんとか俺としずきはつながってるけどここの2人つながってないから一応その LINE グループは作ってるんやけどね個人的に俺ら3人で作ってるけどまだ全然使ってないしあままだ接点がないからちょっとまだねで言うて多分ね俺もそうやけど3人とも割と人見知りなところがあるっぽいしな言うて特にしずきとか俺とかはねゆきかちゃんはなんかなんとなく。 うまいこと人に溶け込みやすいんかなと思うけど俺ら2人割と人見知りが強いし陰キャーやし <laughs> もうね強めの陰キャーやから2人ともな男2人がだからどうなんかなと思うからちょっと今すぐにはなかなか難しいけど何かねちょっとグループの方にねそういう企画やってみるかみたいな投げようかなと思ったりしてるんよまだその全然確定じゃないからそのいきなり俺に相談まああ相談はしてくれていいんよ俺らに。 俺にでもいいししししやすいいい人に相談したらいいと思うよしずきはちょっとかわいそうやからやめてほしいけど俺とかゆきかちゃんに相談する分には全然かまわないからそれはそれでいいんやけどその3人でっていうのはまだねそのまだ話してないからあいつらにっていうのはあるんやけどちょっとやろうかなと思ったりしてる、うん、せっかくねグループやってなんか動かさないとって思うし、ねうん、でなんかねその3人でやらないと意味ない部分もあるしね、まあ、それぞれがそれぞれでやるのも 1, 人なんや1つなんやけど せっかくグループって名乗ってるのにそれぞれがずっとやってるだけやったらそれグループの意味ないしなぶっちゃけ何のためにそれ名乗ってんのみたいな感じやからまあちょっと自分の宣伝というか売名のために使ってる2人を利用してるみたいになってまうから言うてだって俺よりも人集めるからねゆきかちゃんなんかはしずきはね俺としずきはその休んでた期間が結構あったりとかその配信やってない期間が結構長かったりするし昔の全盛期みたいに人が集まらへんねん俺ら2人は。 でゆきかちゃんはめっちゃ人集めるからそしたら俺らブーストしてるみたいな感じになってまうからそういうことじゃないからあの3人でねそれぞれにメリットがないと俺ら2人にはメリットあるけどゆきかちゃんにはメリットないとかだったらグループの意味がないから、うん、3人にとってウィンウィンじゃないと意味ないしねやるんだったらでこれから人を入れたりすると思うしそ新しい新メンバーも入るかもしれないからそうなったら時に そのこのグループってグループの意味あんのってなるのは嫌やから入りたいなって思うようなグループにしたいから言うてねだからいろいろ企画をね3人でやる企画っていうのが大事お悩み相談だけじゃなくてその3人でやれる企画ってなんかないかなって思ったりこれももう一個ちょっと皆さんに投げたいんやけどこれ聞いてる人というかこの動画を見てる人によかったらそのコメント欄でも。 俺のインスタでもなんでもいいんやけどそこでそのアドバイスは欲しいんやけどなんか3人でやれる企画ってなんかないかなって <laughs> あのゆきかちゃんの仲間たちにも聞きたいしただね俺の枠と今そのさっきも言ったけど俺としずきの枠に関しては来る人少なくて正直うーんまだまだしずきはな時間が時間やから人も来てるかもしれんけど俺の枠なんかまあ来えへんから 最近はまあ来てるけど来てるけど一人二人やしな、うん、俺ら二人ともねやから、うん、ちょっとねそう相談を投げるにしてもちょっと難しいっていうかパイが少なすぎるからやからねゆきかちゃんの仲間たちにもちょっと相談しようかなと思うんやけどなかなか配信の中でね俺のキャラクター的にもさちょっと相談あんねんけどっていうキャラでもないからなちょっと難しいんやけどなうん まあちょっと今度ゆきかちゃんに相談してみようかなとは思うんやけど、まあ、3人でねなんかやれたらなと思ってますうん、まあ、よかったら応援してください皆さんあの俺のこと応援しなくていいんで俺のこと嫌いでもいいんで2人とも応援してやってください俺はその後ろに下がる覚悟はいつでもあるんで <laughs> そいつらを前に押し出して俺が交代するのは全然構わないんでグループ自体が前に出れればそれでいいんで俺がそのバズりたいとかっていうのがメインじゃないから 俺もバズりたいけどね、そりゃ。バズりたいし、金も欲しいしな、俺なんかは。<laughs> 俺としずきに関しては金欲しいからな、<laughs> ほんまにあの。配信で金稼いで、ウハウハって言ってるような人間やから、俺らは。えけど、ゆきかちゃんはそんなんじゃないから。うん、だから、まあ、それぞれ考え方があるから、その3人で補聴を合わせるってなかなか難しいねんやけど、でも、そのやってることは似てるから、配信のね、その流れというか、雑談やし、みんな。そのなんか、キャラの強めな枠、 でもないしあな来る人の個性は強いんやけどな3人とも <laughs> 3人ともな枠に来る人の個性はちょっとエグいんやけどただその本人の癖は強くないと思ってんねん俺にしてもあの静にしてもゆきかちゃんにしてもそんなに癖の強い人じゃないから自分で言うのもないんやけど絡みやすいと思うよみんな3人で揃えたとしてもワンチャンね だからうーん今後ねなんかやっていきたいなせっかく組んだからなせっかくしかもその快くな俺のグループにいいよって加わってくれたりさあとまあ自分から名乗り上げてくれたやつもおったりとかさするぐらいやからさそれやったらなんかやらんとな代表なんて名乗ってるぐらいやから <laughs> それぐらいの仕事はせなあかんやろっていう感じなんで。 よかったら皆さん応援してください。ダークネスローズでした。この辺で終わりにしようかな。はい。実写動画も楽しみにしておいてね。はい。そんな感じで。バーイ。